サートーマス・マクドゥーガルブリスベーン、サートーマス・マクドゥーガルブリスベーン殉男尺は、イギリスの軍人、植民地主政官である。ロイヤル・ゲルフ勲章・ナイト・グランド・クロス勲章氏バス勲章・ナイト・グランド・クロス勲章氏王立協会フェロー、エディンバラ王立協会フェロー。天文学者としても活躍し、1835年に、南半球の構成の製表。 ブリスベーンカタログを出版した。1828年の王立天文学会ゴールドメダルの受賞者。1773年7月23日、スコットランドのエアシャイアに、サートーマス・ブリスベーンの息子として誕生、エディンバラ大学で天文学と数学を学ぶ。1789年もしくは1793年に陸軍に入隊、フランドル、 西インド諸島、スペイン、北、アメリカで活動。初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーの下で働き、ウェリントンの推薦により1821年にオーストラリア・ニューサウスウ・ェールズの総督に任命された。植民地の農業の発展、通貨制度の改良などに功績があり、名前がオーストラリアのブリスベン川、ブリスベン市に残されている。 植民地の支配階層との争いにより1825年に総督を解任され、スコットランドに帰国。1936年、1938年に軍人としての復帰を要請されたが、断り天文学の研究などを続けた。天文家としての活動は1808年に自宅に施設天文台を建設して観測を行った。 その観測結果は公開システムの進歩に貢献した。オーストラリアへも彼の観測機器と二人の助手、カール・ルート・ビヒ・クリスティアン・ルムカー、ジェームズ・ダンロップを伴い、パラマッタにオーストラリアで初めての本格的な天文台を設立した。1828年に王立天文学会ゴールドメダルを受賞し、1835年に 南半球の7385個の星を収録したブリスベーンカタログを出版した。スコットランドに戻った後も、ケルソウの近くの妻の領地に天文台を設立し、天文観測を続けた。1832年に、サー・ウォルター・スコットの後を継いで、エディンバラ王立協会の会長に選ばれた。科学研究の講演のために、 エディンバラ王立協会ゴールドメダルを創設したカリフォルニア州の都市ブリスベンは彼にちなんでいないありがとうございます